クロマックス。車内のレイアウトも確認させてください。はい、はい、お願いします。車中泊だったので。はい、どうもクロマックスです。はい、見てください、こちらのサンバリフトアップされていて、かなり台形なタイヤを履かれているこちらのお車。今日はね、モーターファンフェスタ当日ということですね、昨日からキャンプをさせていただいていたフォレストオートのともり社長のお仲間の車、1台1台取材させていただいております。こちらのお車ぜひとも紹介させていただこうと思います。はい、ということでオーナーさんご紹介させていただきます。オーさん国際でございます。どうぞよろしくお願いいたします。で、これ今見させていただいたんですけど、まずともり社長の企画される林道のオフ会とか皆さんで走られると、はい、林道走りたいということで参加されてるっていうことなので、はい、林道のポルシェということでRR のこのサンバこれバーはどこから出てるんですか？これはですね、はい、ナンバーのネジとともじめという元々ネットで売ってるものなんですけど、そうなんですね。だけどちょっと弱いんで、はい、ナンバー、まあ、外すと実際なボルトもう一回つけて強化してるとか、はいはい、ああじゃあという形ですけど、ね、取り付けを強化した上でちょっと触る、はい、あ、そこそこちゃんとついてるイメージですね。で、ここにフォグランプを取り付けて、はい、あ、でもフォグもう一個あるから、これは作業灯扱いですね。そうですね、はい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 、作業灯扱いで付けられていて、牽引フックついております。この牽引フックやっぱついてるとかっこいいですよね。どこまでちょっと強度があるかはまだ不明ですが、大事です。見た目すごく大事なと思うんで。で、さらにこれ、はい、ライトカバーですね。ライトカバーがついていて、さらにこれが通常のそのままのサンバーよりはなんかスポーティーな雰囲気に、全体の顔つきが変わってる感じですね。これグリルも変わってますか？グリルはこれ実は純正なんですけど。純正なんですね。こういうビレットグリル。いや純正のグリルで、じゃあ追加してるところはもう本当にナンバー上のライトバーとライトカバーと、これあれですか、本物のポルシェのエンブレムですか？ミニューって多分ね、ネ、はい、ットでやっぱり落としたんですけど、はいはいはい、そこそこのお値段したので、あ、もしかしたら本物用で出てるものかもしれない。本物のスナップオンのプレートだけツールボックスに貼ったりもしてるんで、はい、自分もそれ大事でございます。で、お顔つきはこんな感じなんですが、横から見てもこれ迫力すごいんですよね。ですね。タイヤサイズっていくつ入ってるんですか？165の、はい、これ BS ブリヂストンの RD604 っていうの。そうですね。外径が、はい、625あって、かなりでかい。通常のサンバーとかちょっと入らないので、はい、ですよね。それだけをカットして後ろに下げて伺いました。タイヤハウスをちょっと後ろに引っ張ってるとか、タイヤハウスを後ろに引っ張って、はい、ドレオケをカットしてオフセットさせてるイメージなんですね。実際ここまでドレオケ来てるんですけど、はいはいはい、内側に引っ張ってたりとか、後ろ側に下げたりっていう形と、はい、この前の部分のこの、はいはいはい、ここのここは出てるんですけど、あれですね、新車時に赤車に積むためのあれですよね。そうですね、必要ないので、はい、必要ないということで、これは自宅で金の子で切りましたしかもグラインダーとかじゃなくて金の子ですね。金の子で切ってもうこれで当たらない状態を実現してると。そうです。で、もちろん皆さんのあのお車には当然入っておりますが、はい、リフトアップスプリング入られておりますということで、このリフトアップスプリングをつけたことによって、はい、自然とみんなが集まって仲間になっていったみたいなお話を聞いてるんですけど、はい、そうですね。どうですか、スプリング。いや、あのやっぱり皆さん言うんですけど、はい、これストーンさん行って取り替えをして、はい、そのまま帰り道でもすぐ乗り心地が変わったのが分かって。分かりますよね。すごくいいですね。あのマンホールの段差1個乗り越えただけで、はい、あっていう感じがあったじゃないですか、はい、あの時のなんていうんですかね、脳内のアハ体験じゃないですけど、はい、あれはでかいなっていう風に感じていて。そうですね。商品がいいものっていうのが前提にあって、はい、いいものだからこそ自然とこうやってみんなで林道を走りたいって言って集まってくる仲間が出来上がってくるっていうのがすごい素晴らしいなと。もう3年くらいは改正になるんですけど。あ、もう3年いかにもないですよね。あ、経年経過で下がってきちゃう。そうですよね。素晴らしい。いいですよね。それこそ1万9000円とかでラインナップされてる商品って、低価格以下だよみたいな感じじゃないですか、多分このスプリングと比べて。
なんで結構来るんですよ、問い合わせが。つけられてどうですかとかっていう問い合わせが来るんですけど、これと迷ってますって言って、大体1キュッパの商品と迷われてるんですけど、逆につけて一緒にちょっと乗り比べしてみましょうっていう話をいつもしてるんですけど、この車種に合わせた適切なバネレートがしっかり設定された上で、足が動く、しかもリフトアップされる、至らないっていうのが実現してるんで、これは個人的に本当におすすめなので、皆さんぜひともすぐに電話を取ってですね、フォレストオートに電話を、ひたすら電話じゃないですよ、注文の電話をしていただければというふうに思っておりますので、はい、あ、乗って乗り、あ、主婦でもいただきました、主婦でも分かるフォレストオートのリフトアップスプリング、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。後ろにもしっかりとここにケインフックがついていて、これバックカメラですか。カメラですね。バックカメラっていうのは交代用の。そうですね、これ実は純正なんですけど、はい、これ純正なんですか、これ。そうなんですよ。知らなかった。なんですけど、はいはいはい、一応ちょっと配線をいじって、はい、走行中でも後ろ見れるようにしてあります。あ、常時後方視認可能なバックカメラ、はい、そうですね、ということで付けられていて、はい、あとはもうフォレストオートさんのステッカーとかやられていて、あとなんかやられてるとこ、これはこれは一応ね、ここにスバルというのが入ったんですけど、はいはい、まあ、誰が見てもスバルのサーバーなんですけど、はい、なるべくスバルを隠したいなと。スバル感をなくす、はい、ドラム系のスバルとかも取っちゃって、あー、取れてる、あ、本当は取れてる。そしたら、じゃあもうここにまたポルシェって入れた方がいいですか。ポルシェにしようかと思ったんですけど、はいはい、前と、ハンドルにちょっとポルシェが、はい、あー、いいっすね。こんな感じで出来上がってるんですが、車内のレイアウトも確認させてください。はい、はい、お願いします。車中泊だったので、はい、車中泊仕様に、あ、すごいいい感じで車中泊仕様にもう完全に出来上がってる仕様でございます。で、これ知ったんですよ、はい、これ純正なんですよね。そうですね、これが純正オプションで付いている棚っていうことなんですけど、これエブリィの純正オプションよりも深さはないんですけど、物の作りしっかりしてるなっていうような印象を受けました、うん、そうですね、これがついていて、これセミダブルのマット、これはね、ダブルなんですよ。あ、ダブルですか。はい、ダブルだと140あるんですけど、ちょっと3番の内々が130なんでちょっと余ってるかなぐらい、ちょっと盛り上がるような、はい、余るような状況がありますが、ダブルサイズの布団でもう2人様就寝が完全に可能になると。で、これってディアスですよね、はい、で、もうちょっとスライドドア開けてもらってもいいですか。はい、びっくりしたのが、はい、ディアスってワゴンシートじゃないですか、はい、要は、はい、ワゴンシートが入ってるにもかかわらず、ちょっと開けさせていただきます。平らなんですね。平らになるんですよね。これびっくりしました。シートはこれワゴンシートでしっかりしたものになってるにもかかわらず、はい、フラットになるんですよ、サンバーって。本当にサンバーが欲しかった。もう売ってないですからね。そう、もう売ってない、この幻のじゃないですけども、もう今じゃ価格高騰して新車よりも高くなってますからね。そうです、高かったですね。網戸もしっかりと入れられていて、これもあれですよね、窓にはめ込むタイプの。そうですね、ルームランプ LED 化されていたりという形で、後部座席部分以降はこういうような形でシンプルにレイアウトされてるんですが、これスピーカーも後付けで入れました。これも純正です。え、これも純正、普通のオプションだったんで。ああ、あ、もうじゃあ新車から乗られてる感じですか。そうです、ね、あ、素晴らしい。いいなこれ。しかもこのなんていうんですかね、純正オプションでもなんか社外品を入れたかのようなおさまりで、見た目いいですよね。ガラスのところのルームランプも入ってます。これは後付けですか。これ僕の。そうです、そうです。あ、マグネットなんですかこれ。なんか収まりいいから単純に。これあ、本当だ、本当だ。キャンプとかするときこういうところにつけて、下で、あ、これいい、食べたりとか。いいっすね、これ電池式。電池式です。もうマグネット、はい、なので車中泊涼して、はい、なんかね、ご飯食べるときは、はい、ここつくんですよ。あ、サンバー結構そうかそうか、電池なんで。そうかそうか、蓋つけて中でご飯。はい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 。これ便利っすね。いろいろ使い道が、いや、いろいろやられていて、あとはこれ、はい、カーテン純正オプション、はあ、はあ、純正オプションのじゃあカーテンもしっかりとついているので、意外とサンバーそんなにアフターマーケットのものがないので。そう、意外とないですよね。純正でなるべく、はい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 、あるものを有効に活用してついておりますと、はい、という形でリア側作られてるんですが、ちょっとフロント側にも気になるものがいくつか見えるので、ちょっと見させていただいてもいいですか。はい、もしかしてなんですけど、はい、この車スーパーチャージャー仕様ですか。いや、これ実は違うんですよ。あ、
そうなんですか。散々悩んで、はい、NA にしました。 NA だったんですね。ここについているその一番奥のメーターは、はい、タコメーターですね。はい、これはタコメーター。タコがついていて、はい、でマニュアル仕様という形になっているんですが、はい、いやいいな、なんかいろいろついてるんですけど、まずこのアンテナなんですか。これはね、アンテナじゃなくてただの LED なんですよ。あ、これは、はい、アルチメーターなんですけど、はい、夜暗くなると見えなくなってしまうので、もうライトをここにつけてらっしゃって、はい、で、ここのボタンなんですか。フォグランプ。あ、フォグ。作業灯。あ、作業灯のライトがここについていて、で、これは、はい、これはあの燃費マネージャーですね。あ、これエンジンかけないとあれなんだ。あ、つかないやつ。すいません。はい。あ、燃費マネージャーがここについている。で、はい、横がこれ、あれですよ、これでございますこれね、本当はサンバー純正のって昔あったんですけど、はい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 、なかなかちょっと手に入らずに、はいはいはい、まあ仕方なく、あー、まあ、ジープも大好きな社外の、はい、あ、じゃあ絵がサンバーになってるものもあるんですね。もうありますね。あ、ネット出てるんですけど、ちょっとなかなか、はい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 、はいで、これで付けられてるっていうこと で、もう完全にアクロ走行を楽しまれてるっていうことがよくわかる車内でございます。これですね、あと、はい、あーはい、ということで、いや、いかにも後付け感と言いましても、このスバルの上にしっかりと収まる形でですね、はい、ハンドルにポルシェが入っております。皆様、これ林道のポルシェでございます農道じゃないですからね、トラックじゃないんで、はい、林道をアクロ走行するために作られたポルシェでございますということで、いや、いいなぁ、もう全力でサンバーライフを楽しまれてる感じがしますねはい、ということで、王さんご夫妻のサンバーご紹介させていただきました。ありがとうございます。11万キロぐらいですか、走られてるっていうことなんですけど、どれぐらいまでだろうかなっていうのはすごい、20万キロ目標に、もうね、新車で買えない車ですからね。はい、ということで、あの今後もですね、ともり社長がやってる林道走り隊のイベント、クロワークスも参加させていただきたいと思いますんで、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。ということで、こちらですね、王さんご夫妻のサンバ紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。もうね、サンバに対する愛情をものすごい感じたお車でございました。こちらのお車ね、今後また林道を走りたいということで、森社長のお声掛けいただいたイベントに関しましては、クロワークスも前回出席させていただきたいなと思っておりますので、こちらのお車今後もですね、動画に登場することあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回は王さんご夫妻のサンバ紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、参考になったという方がいらっしゃいましたら、ぜひとも動画の評価とチャンネル登録をお願いいたします。また Twitter、Instagram、クロワークスのブログのチェック、こちらもぜひともお願いいたします。はい、ということで、今回も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。有効に活用してついておりますと、はい、すげえスーパーカーいっぱい来てますね、さっきから音がもう、あの普通車じゃないようなもう排気音、そうそうそうという形で